本日はタレなしでスパイスでしっかり味付けしたダイエット用ピーマン肉詰めを作っていきます。ピーマンはヘタ切って半分に切って種を取ります。えのきは後で肉と混ぜるのでみじん切りにします。えのきがあることで食感も良くなり、食物繊維も体作り大事なビタミン B 群も取れます。鶏胸ひき肉にみじん切りにしたえのき乗せたら、チリパウダーとバジルを思ってる3倍入れていきます。チリパウダーと似ているチリペッパーを入れ間違えたら食べた人ぶっ倒れるから気をつけて。チリペッパーはただの唐辛子だから思ってる3倍入れたら激辛料理になるので、ダイエットする彼氏に作ってあげる人は気をつけて。いや、彼女の手料理食えるやつなんか激辛食べてしまえばいいんじゃないんか。悔しい、こんなことしか言えない自分。さて調理に戻ります。ピーマンの肉が焼くとき落ちないように片栗粉をつけます。この作業が一番めんどくさいけど一番大事。余った片栗粉は肉種に入れてつなぎにします。あとはピーマンに肉をまんべんなく詰めていけば下準備完了です。自分用料理にこんなに手間かけるの、たまに悲しくなるの。一人身あるあるじゃない。そろそろ誰か料理作って。いつも通りフラフォー用意していきましょう。ヘルシー料理に調理油は使わないのは鉄則。ダイエット中は食材から取れる脂質で十分です。調理油をなくすとダイエット結構楽になる。あとはもう焼いていくだけですね。しっかりフライパンに並べたら、肉に焼き色がつくまで蓋をして焼いていきます。フラフォの外に水を入れて蒸し焼きにすれば、肉にしっかりと火が通っていい感じになります。裏返して超弱火で5分ぐらい焼けば完成です。結構ボリュームあっていい感じ。調理油やタレなどのカロリーをカットした分6つ食べても200キロカロリーほどでボリューム満点です。タレなくても様々なスパイスで構成されたチリパウダーとバジルでしっかりと味がついているので、パンチのある味に仕上がります。このチャンネルの再生リストはお茶碗1合わせても500キロカロリー以下になるダイエット飯、鶏料理、鮭料理、エビ料理といったような食材ごとの再生リストをどんどん増やしていき、皆様の体づくりの役に立つチャンネルにしていきます。チャンネル登録、高評価、コメントどれかしていただけると本当に励みになるのでお願いいたします。お辞儀。シャルおごらない論争って定期的に流行るよね。シャル男とおごらない男がいたら、そりゃおごる方がいいでしょ。特定の女子に好かれたい時にライバルがいるとして、性格とか容姿にマイナスの差がある場合、他の項目を落とせないし、ましてや能力値が対等だった場合と仮定して、おごらないやつよりおごるやつの方が評価されるのは当たり前。部活でも仕事でも人付き合いって言われるものは、頑張ってる方や優れてる方が評価されるの当たり前だし、そうであるべき。スポーツ部で言えば、同じポジションに技術的に負けてるやつがいるとして、技術の差は時間をかけてコツコツ縮めていくしかないけど、そいつが練習中や試合中サボらずしっかり走ってるなら、自分も走るってことにおいては差がつけられないようにするしかない。技術が身につくまでの間もすぐに改善できる、サボらず走るって項目で差がつけられないように走らないと、全部負けてるやつになるだけ。恋愛で言えば、技術が容姿みたいな肌きれいにしたり、体鍛えたり整形したりと時間をかかるものに置き換えられて、走るってのがおごるみたいな、すぐに改善すれば対等になれるものに置き換えられるだけの話。ただ別にご飯行った子に好かれたいわけでもないなら、おごらなければいいだけで、好かれたいならマイナスを減らすためにおごるしかない。逆にスポーツに置き換えれば、そもそも本気で部活してないから、練習中も試合中も走らないし、走ろうとも思えないってだけだし、結局好きな人にはおごりたいとかおごらなくていいとかじゃなくて、本気ならおごる以外の選択肢はありえないし、そうでもない人にはおごってもおごらなくてもどっちでもいいってのが結論でしょう。そもそもおごるってのが金がなさすぎて、すぐ改善できる項目じゃないってことなら、またそれは話変わってくるけどね。スポーツの例で出した走るのが持病をまず治すところから始めないと走れないみたいな話になっちゃうからね。そんなケースまで踏まえれば、単純な結論は出ないか。